お菓子食べよう。はい、タケノコの里。キノコがいい。いや、タケノコでしょ。いや、エリンギでしょ。タケノコ、キノコ。マコト、マックのナゲットくお。もちろん、ソースはバーベキュー。いや、マスタードでしょ。いや、エリンギぶつけるぞ。バーベキューはマスタード。はぁ、マコトくん好き。マコトくんのどこがいいの？全部だけど、しいて言うなら性格かな。へぇ、私はイケメンなら何でもいいけどね。ブロックスは性格。うえぇ、ピーマンだ。さっさと食べよう。うわ、ホタテだ。先に食べるわ。トデック。シャクラちゃん可愛いな。おしとやかで凛としてて、もう結婚したい。ギャルがいい。どんなギャル？ギャルの中のギャル。全身金髪の。どういうこと？清楚系はギャル。あ、ケンジさん本当かっこいい。アイドルみたい。遅すぎる。私はマッチョがいいです。筋骨隆々で体がこの教室ほどある人。化け物ですか？少年はマッチョ。新しい iPhone 買ってもらった。僕アンドロイドだからわかんない。おいらは糸電話。わーい、そんなアンドロイド。今日のお泊まり会用にポテチ買おう。じゃあコンソメで。薄塩がいい。こりゃなんでもいいだろう。薄塩はコンソメ。あー、取れなかった。残念、諦めよう。じゃあ僕続きやっていい？くそ、次こそ取れる。頼む。諦めは取れるまで。もう、なんで宿題捨てたの？ごめん、ごめんなさい。ごめんなさい。タカシも謝ろう。別にいいじゃん。即謝罪はハンコ。給食のカレーあんま。これもスイーツじゃん。飲み物じゃん。辛い辛いよ。わーま口は辛口派。私は朝ごはんに何かけて食べてる？邪魔。え？味覚大丈夫？朝はパン派だから。そういうことか。ちなみに僕はお米派。牛乳かけてる。わー、朝ごはん米はパン。よしよし、犬お手偉いぞ。猫ちゃんだ、かわいい。犬派は猫派。今日から冬休みだ。宿題終わった。え？はっや。僕も今年は頑張る。こと好きな人言えよ。さくらちゃんだよ。たかしも言って。え、言わない。ずるい。言って。言わない。ソークバラスは断固守秘。パパラパパリラリライアイアイ、怪獣になっちゃって。パパラパパリラリライアイアイ、踊れ壊せ踏みつぶして、ワンツースリーでは